レボは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州、トレント自治県に存在した人口約1300人の基礎自治体。2020年1月1日にブレツ、カニオ、クロツ、ロマエロと合併して、ノベンラの一部となった、トレント自治県北西部、サンタジュスティーナ湖に面したバルディノンに位置する。バルディノンの中心地であるクレスから、 北北東へ 4km、ボルツアーノから西南西へ 26km、ケント・トレントから北へ 36km、ソンドリオから東北東へ 94km の距離にある。この土地はより古い、尖った屋根の手楼と少し傾斜のある四角い屋根の二つの手楼で遠くから識別できる。隣接コムーネコムーネとしてのレボは以下のコムーネと隣接していた。括弧内のビジは、 ボルツァーノ自治県所属を示す。トレント自治県が設置した広域行政組織コムニタディバジェ・バルディノンに属する。レボの経済はゴールデンデリシャス種を主体としたリンゴ栽培を基本としている。トレジョーボー地区では牧場が多く牛の牧畜を行いその牛乳はチーズ工場で加工されレボに送られる。湖に面した地区にはブドウ畑がある。 2011年10月9日に行われた国勢調査によれば住民1261人中326人がラディンゴア社であった。レボはトナーレ峠とメンドラ峠を結ぶ国道42号の途中にある。レボからマレの国道とトレンティーノトラスポルティの鉄道駅のあるクレスからマレへ向かう湾曲の少ない道が作られたが輸送の線は 完全には繋がっていない。レボからは、さらにウルティモ警告方面へ続く道も出ていて、ラウレーニョ、トレジョーボ、プローベス、メラーのさらにノベッラ川を横切り、ダンベルとケイススを繋ぐ道とを結んでいる。ありがとうございます。